はい、ということで皆さんこんばんは、リリチューでございます。視聴者が作った OB 脱出マップで遊ぼうやっていきます。リリチューグループの方にですね、 OB 脱出を作ってくれと、できればストーリー付きがいいよっていう形で募集をかけました。さすがにね、こうストーリー作れって言われて作った方は多分見てる感じいないかな。アスレチックですねをメインで作ってる方がすごく多いイメージでした。やっぱストーリーは難しいんですよね、やっぱりいろいろシステムだったりとか。はい、という形なんで、結構なんか難しそうなデスランみたいなのいっぱい作ってる方いるんで、まあ、早速やっていきたいかなと思います。よかったら皆さん高評価とコメントをよろしくお願いいたします。じゃあ早速皆さん一つ目やっていきましょうか。ディフィカルトオービー、難しいデスランということで、難しいデスラン、アスレチックです。ぜひやってみてください。よければ高評価と寄付をお願いします。1000人いったら大型アップデートしようかななんかめっちゃ上からやな。あと僕ゲームをいろいろ作ってるんで、そちらもやってみてください。クリア不可能みたいな難しかったところは消しました。楽しく遊んでください。黒い画面が出てきたら W を押しながら走ってください。そしたらゲームができる。491人に訪問してもらっとるんや。結構訪問してもらっとるね。やっていきます。はい、ということでやってまいりました。クリアしていきましょう。これゴールは上か。これマジでノーデスでいけるんちゃう？え、ここは？ここは入るの？え、はい、いきます。はい、はい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 、これ開かれて閉じて、うん、これ行く意味あんの？ここ絶対。ここ絶対行く意味ないよね。行く意味なかったよ。なんでここ開いたん？わざわざ。まあ、こっからはノーミスで行けますよ、ぶっちゃけ。はい、まずこのトラップゾーン行きます。ゴールあそこでしょ？もう多分すぐ行けそうな気がする。で、この雲エリアを越え、これもさ、俺言っていい？こう行けばいいんじゃない？僕は数々の OB マップを攻略してきてるんだ。こんなの大したことがない。うん、あれ、なんで？これは？あ、消える床とかではないんだ。普通に行くだけでいいんやな。はい、行きました。あー、なるほど。このパターンね。こういう系俺苦手なんよな。ちょっとでもずれると死んでしまうっていうな。だけど、まあ、今回幅が広いから余裕やな。これで登ればいいのかな？あ、これ終わり？これ。なんかゾンビとかがいるの何これ？これ何？どういうこと？あ？これどういうこと？多分これ襲いかかってきたかったんじゃない？それでじゃあここに行けばいいのかな？次は。はい、ジャンプでこうやって、多分これ消える床だよね。あるあるですね。で、この消える床を越えていきますと。で、はい、ゴールと。いいですね。まあまあまあ、手慣らしにはちょうどいいでしょう。初心者の皆さんにはちょうどいいかもしれません。65ステージ、1回死んだら最初から。超難関アスレチック。はい、なるほどですね。1回でもやられてしまったらもうアウトと。まあ、低評価の方が多いですね。まあ多分、よっぽどこれ難しいのか。さあ、着きました、皆さん。常識にとらわれるな。やっていきましょう。うん、なんかやられとんな。なるほど、長いなぁ。65ステージですね。わかりました。行きましょう。まあこれ、ノーミスでいけば何の問題もないんですよ。暗いね、画面がね。これ何？これは？これあれか、でも一回死んだら最初からって言っとったもんな。これマジで言ってる？行きましょう。頑張るか。長いですね。あそこはゴールっぽいね。で、ゴール何があるんやろうな。まあ、リリチオのために作ってくれたのは事実やから、なんかリリチオ要素みたいなのが入ってるんですかね。よいしょ。いい感じやけど。やばい。きつい。でもこれ死んだら最初からでしょ？これ油断ができんのよな、一切。そんなむずない。そんなむずない。これ1レベル1レベルはそんなに難しくないんやけど。OK。これは？あ、これ多分強制スクロールだ、ほら。でもゆっくりだから大丈夫。あ、やべえ、やっちゃった。あ、やべえ、あ。ちょ、一旦後回しにしよう。一旦後回しにしよう。ちょっとこれ後回しで。ちょっとこれ後回し。他のマップやっていこう。脱出アスレチック。目が覚めたらここに飛ばされていた。僕らはここから逃げなければならない。かっこアスレチックをクリアしようということで。これストーリーっぽいですね。やっていこう。はい、ということでやってきました。OB ってここやな。なんかここなんか飛んでるやつがいんな、ほら。飛んでるやつがおる。はい、で、ミッシング、チューバーズ93がいますね。これだからこれアンティールですかな。ジェナ？えい、なんかジェナが寝てるわ、笑顔で。なんか怖えんだけど。さあ、もうなんで車乗れたん？車に乗って運転はできないんだ。じゃあ進んでいきますね。アスレチックを攻略しようということなんで、もうここら辺はいけますよ。でもさ、ちょっと待って、これ。すごい、じゃあ透明な壁ができたらよかったよかった。これ、不正ができないようになってる。じゃあさ、まあ最初は不正できるってことか。あれ。ああ、ごめんなさい。クリアしちゃったわ。まあね、皆さん。こういうところで攻略していく。日本刀？なんで？いいのがクリアしちゃうぞ、こんなんじゃ。
甘いなリスナー。これどうやっていくんこれ。もうこうよな多分こうよな。でこうか。あーいけた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 。でえ何これ。これはボタンがあるぞ。これ押していいの。 All reactor core safeguards are now non-functional. Please prepare for reactor core meltdown. 何これ。何これ、なんかめっちゃなんかタイムアップが来てるんやけど。うん、何これ。あ、じゃあこれは多分ここですよね。なんかよく訳が分かってないね。ほら、もう怯えてるやん。死ぬんか。よし、戻したぞ。多分これ、ヌーブに当たっちゃダメってことよね。はい、来ました。こうで、あ、これどういうことこれ。これは何の意味があんの。このスライドは何の意味があんの。こっちだよね。うん、これめちゃくちゃゆっくりやな、これ、これ。不規則すぎるやろ、これ。ほら、でもさ、これが当たってるせいで、これ消え続けるんよ。これマジ、運ゲーちゃう。よし、来た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 。これマジ、運ゲーやろ、あれ。あと何、上が、な、なになに、この上の爆発何なの。ほら、めっちゃ爆発してる。あとこのエバキュエート198って何。次多分迷路地帯になってる。おいべ、3210。何も起きんね、特にね。うわ、迷路だ。迷路地帯になっとりますな。これ誰なんだ、一体。これリスナーさんか、これリスナーの友達かな。お友達さんがやられているということで、だ迷路に迷ってますよっていう意味を表現してるんですね。うん、出れたわ。出れたわ。普通に出れた。何の迷いもなく出れたわ。コングラチュレーション、ユーワン、イエー。これ結構苦戦したな。激ムズオービー。我が名は国国。この日本国小学生随一の星座の知識の持ち主にして、やがて天文学部を築き上げるものといったものの、まだ小6である。はい、来ました。アルタイル、デネブとかなんかそういうやつだよね。行きましょう、じゃあ。はい、ということでやってきました。え？これ、どういうこと？何もないけど、なんか出てきた、なんか出てきた。な、何このオーブは。このオーブは何なんだ。これ、ここ、はい。これは何をした君。制作者、君は一体何がしたいんだ。これ何レベやこれ。これ俺に何レベの発想。ちょ、待って待って、おい、待って。ふざけんな、お前。これ一生終わんねえじゃねえか、これ。これ一生俺に終わらせる気ないだろ。たださ、これさ、ゴールどこなの、まず。待って、みんな、ゴールがわかんない。わかったわかった。じゃあ、1レベ1レベはちゃんとしてるとして、これなんか、テンプレがなんか貼っつけたんちゃう？これ、1から作ったの？これ全部。すごない？多分これ飛び降りれるよね。ほら。待って待って、お前、これ、何レベあるんや、お前。おい、ちょ、待って、お前、これ、何レベあるんや、これ。だから、紫地帯に行くように降りていけばいいってことやな。オッケー。例えば、こう降りるやん。よし、この調子で下降りていくぞ。これ、どういうことこれ、これ、OB なの本当に。ここ。はい、オッケー。オッケー、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 オッケー。なんか、楽しみ方が違う気がするんやけど。次、だから、なるべく紫パッドみたいな。こういうのが多分、全部リスポーン地点やと思うのね。だから、このリス地を固定できるように、降りるわ。オッケー。あー！一個降りるわ。よし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 、いいな、いいな。降りれるところまでは降りたぞ。ただこれどっち？これ。これどっちな？ここかな？ここ？真ん中？待って、このまま降りていける？このまま降りたらいけるんちゃう？オッケー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 。はい、来た。さあ、これどうすんだ？これで？うん、これ何のマップなの？これゴールどこ？あ、マスク忘れた。買い物に来たらマスクを忘れてしまった。客に近づかないように帰ってマスクを取りに行かなければいけない。ヒント、スーパーを探検してセンサーを解除するボタンを見つけて押そうらしいですね。一応 OB 出して作ってくださいって言ったらこれが貼られたみたいですね。やっていきましょうか。着眼点はすごいいいな。マスクを忘れること俺もたまにあるんよね。出かけた後に気づくみたいな。あ、マスクね、取り替えろみたいな。よくあるもんな。しまった！マスクを忘れてしまった。帰りたいけど、監視員がいっぱいいるし、玄関にはセンサーがあるしな。どうやって入ってきたんだ？センサーを一時的に無効にできない。なんかすげえ壮大な話になってる。そこの君、マスクをつけなさい。わかりました。この言葉どうやって消すんですか？あ、消えた消えた消えた。あ、なんかほら、マスク、ほら、手で隠してる、ほら。手で隠してる。ちょっとマスク忘れちゃったわ、つって、手かなんかで隠すやつね。これ、あたかもマスクつけてるみたいな。そこの君、マスクをつけなさい。あんのか、ほら！あ、これが出口なんやな。これが出口っぽい。この出口を押さないといけないと、いうのはすごくわかるんですけれども、痛い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 、めっちゃ食らうやん、ダメージ。センサーあんのこれ。これとかこれちゃう、これちゃう。押した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 。あ、これいけるいけるいける。よし、出よう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 。っていうさ、この NPC つけてねえけどね。ほら、 NPC マスクつけてないよ。 OK 出れたね。多分この青のとこに行けばいいのかな。あら、もういいよ、手は。リリチオ、もう手はいいんだよ。
何？なんとかスーパーから出られた。帰ろうとしても検問があるからな。マスクつけてないといけない。これは強行突破するしかない。すげえ、ちゃんとストーリーになってる。すげえ、なんでマスクつけてるだけで検問されるんだよ。これされねえだろ普通。どういうことやね。はい、ということでやっていきましょう。じゃあ何、もう警察に追われる立場になったの？スーパーでマスクをつけてないだけでそういうことになっちゃった。うわ、めっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる。危ない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 。めっちゃ、やべやべ、スピード落ちちゃったスピード落ちちゃった。なんかめっちゃいいんだけど。よしよしよし。はい、すいませんすいません。はい、ごめんなさいごめんなさい。はい、すいません、引いていくよ。はい、ガンガン引いていくよ。はい、ごめんなさい。あー、ごめんなさい。あー、ごめんなさいごめんなさい。これもそんなむずなさそうやな。折り押しできる。は？危ない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 。はい、あ、オッケー、ナイス。これまたテレポするんちゃう？来た。とうとう家に着いた。でもマスクどこにやったっけな。そこからや。これでまだ続きあったら面白いんだけど、まあよかったら皆さんやって続きがあるっていうのであればコメント欄で教えていただけると嬉しいです。多分これで終わりですね。地獄の OB、 初めて OB マップを作りました。楽しんでくれたら嬉しいです。楽しんでほしいんだったら地獄って書いちゃダメだよ。うん、地獄ってきついって意味だからね。はい、ということでやっていきます。何が起こってる何が起こってる。攻略を目指してやっていきましょう。うん、ハギワギ？いろんなキャラクターがなんか登場して、ほら、ハギワギ。うん、これ無理やろ、これ。ハギワギ来ます。はい、落ちます、今。待って、じゃあさ、これ以降、ハギワギ襲いかかってくるってことじゃない？これ。ほら、ハギワギ、まあでも、落ちるけどね。落ちてるけどね。普通の OB なんだけど、敵が襲いかかってくるみたいな感じか。なるほど。これはこういきます。はい、これはもうこういきますよ。一応、ハギワギちゃんは大丈夫そうやな。結局、落下するからな。はい、この綱渡り地帯越えます。で、上に登っていくね。駆け上がっていく。レインボー地帯を駆け上がっていきます。あと、さっきからビヨーンみたいな効果音が聞こえてるのは何やろうね。バックルームズにいるやつや、これ。これバックルームズにいるやつ。はい、部屋中入ります。部屋中に入って、こっから、何この黒いやつ、出ればいい。うん、なんで？いた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 ！ダークゾンビ？ちゃんと作り込まれてるゲームじゃないですか。これ突破口ねえか。これどうにか突破。よし、来い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 。よしよしよし。俺は何としてでもクリアするぞ。甘いんだよ、お前らは考えが。甘いな、制作者。俺はどんな手段でもやってやるからな。あ、あ、あ、よし、行こう。レッツゴーだ。うっ！あ、いけた。普通にいけた。普通にいけたわ。よし、行こう。燃えてるやつ何なの、これ。ジェナ、やっぱり君がいるのか。毎回ジェナ、どれだけやっぱ俺が都市伝説をいっぱいやってきたかってのが分かるな。えい、マイハニー、チュッチュッチュッ。あ、まあ無視していきましょう。ちょっと怒ってますね、まだ。ちょっと喧嘩中なんで。で、何、ここはここでまた怖そう。さっきこん中にダークゾンビーとかおったからな。またなんかいきなり出てくるんちゃうか。多分やけど、この家を越えないといけないのね。こうか。よし、来た来た来た。出れた出れた出れた。で、で、この先越えます。オッケー、もうすぐゴール。は？これ何？扉開くね。ヘリコプターの上か。ヘリコプターの上を登っていけばいいんやな。よしよし。新しいない。ヘリコプター。うわ、むずいけど、こっちは？甘いなぁ。甘いけど、次もこれむずいね。ここを、こうで、こうで、こうと。オッケー。あとはこのマグマ地帯を越えていきます。まあ、ここら辺はノンストップでいきますよ。私、慣れているので、操作には。オッケー。で、これで、はい、ゴール！登れない。微妙にここ段差になってて登れなー。はい。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。視聴者制作 OB 脱出やっていきました。まあ、どのマップも面白かったですね。小中学生とか言ったじゃん。そんな若いながらロブロックスタジオ使いこなしてるマップ作るってすごくいいことだと思うんで、皆さんもね、まあ、これを機にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。次回はまたこのグループで募集するんですけど、何がいいですか？コメント欄で教えてください。次何が見たいですか？視聴者制作、ホラーゲーかな？視聴者制作ホラーゲームとかよくない？面白そうじゃない？まあ、また何かまたここで募集すると思うんで、必ず皆さんこのグループのシャウト投稿を毎日確認していただけると嬉しいです。そんな感じで今日の動画を終わります。お疲れ様でした。